聞かせるトレーニングセミナー行きます、まあ、前回に続いてチンニングですね、まあ、ちょっと前回言い忘れた点があったんでチンニングについてご説明します。チンニングでよくやる間違いがこう閉じちゃうってことですね。これだったら後半には使えないですからね。二頭筋のトレーニングでいいんですよ。こうやって閉じてやるっていうのは後半に聞かせなかったら反るってことですね。どちらかというと反る意識が大事なんですね。反っただけで後背筋は収縮するしますからですね。まあ、ベントのとかでも一緒ですけど、しっかり反るっていうことですね。これが基本ですね。だから、チンニングも反りながらやるってことですね。これは、ワイドでやっても、ナローでやっても一緒ですよね。スターナムチンニングっていうのがあるんですけども、胸郭ですね。胸郭はスターナムっていうんですけど、胸郭を持ち上げる感じですね。床と平行になるぐらい持っていくっていうのはスターナムチンニングっていうんですけども、それが基本ですよね。こう、まっすぐ上げてちゃダメなんですよね。よく、チンニング競争で、顎まで上げなきゃいけないとか言って、こうやるとこう後背筋の意識は弱くなりますよね。ただどこが強くなりますからね。そういうふうな根性トレーニングもいいかもしれませんけども、基本は反るってことですね。しっかり反るってことですね。ちょっとやってみましょうかね。ワイドの方がちょっと難しいんですけども、ワイドでやってこんな感じでぐっと床と平行になるぐらい反るってことですね。これだけで後背筋は効いてますからね。後背筋を意識して反るってことですね。で下でこうやって伸ばしきるとこれが後背筋から逃げますからね。ここで止めるってことですね。アナロック度でやるってこと、これも基本ですね。グッと反るってことですね。まあ、グッと反ればこの後背筋のところに効きますよね。まあ、ナローの方が簡単で、まあ、ナローでも一緒ですからですね。ナローでもグッと反るってことですね。こうこんな風にすると、二頭筋の関与が多く なりますよね。だからあんまり効かないんですけども、反るってことですね。つまりスターナムチンニングが基本ということで、まあ、それた方が後背筋には効きやすいということになります。これは大胸筋のベンチプレスでも一緒なんですけども、こう丸くなったら大胸筋の刺激は逃げてますからね。片側は浮かさないということですね。これが基本ですね。まあ、後背筋に効かせるチンニングの場合は、反るということですね。まあ、チンニングは巻き上げろって感じで、まあ、いかがでしょうか。まあ、これは大事なことだから、ちょっとまあ、覚えていた方がいいですね。